セパ交流戦、第1週まとめ。セパ、聞いてた話と違う。5月28日火曜日、巨人対ソフトバンク、0対2でソフトバンクの勝利。阿部監督、挨拶代わりの衝撃采配で鮮烈な交流戦デビューを果たす。今後も大活躍間違いなし。秘宝阿部監督、レジェンド王さん、原さんの解説の仕事を間接的に妨害してしまう。巨人は選手とコーチのおかげでなんとかこの順位保ててるようなもんやろ。まさか1試合でヒゲを楽々超えてくるとは思わなかった。ホークスファンは幸せだったんだと思わされたね。ちなたかやが欲を言えばもう少し点を取ってほしかったな。あのバントがなかったら今日の試合どうなってたかわからん。ヤクルト対ロッテ、3対5でロッテの勝利。ロッテはしれっと18年ぶり9連勝か。ロッテファン弱いゲーみたいなのしてるけど普通に強い。ほう、ヤクルトセリーグ再開独走しそう。ヤクルトはずっと一歩進んで二歩かがるをずっとやっとるやん。雨でコールドになったとはいえ、ヤクルトの追い上げ方が B クラスとは思え、勝ったてか長岡がやべえ。DeNA 対楽天、6対1で DeNA の勝利。K は投げるたび良くなってる。K はあの雨と風の中でよく投げてくれました。天野緊急登板、7回満塁のピンチを救う。楽天満塁でコールドだけど、そもそも5点差だからな。中日対西武、3対0で中日の勝利。中日、マジで A クラス行くなら今年しかないやろ。中日の防御率いつの間にか2点台でくさ。高橋防御率 0.50 ハイグすぎる。西武、監督変わってからの負け方見ると監督じゃなくて選手に問題があるような気がする。広島対オリックス、2対1で広島の勝利。ハーン素晴らしすぎる。また広島中継ぎ陣が熱くなるやんけ。エスピノーザ投手かなり良かったです。この日のマツダスタジアムでは、折り仕様の西川の応援タオル120枚が、試合開始1時間前に売り切れたが、購入者の中には、カープユニを着てた人も多かった模様。カープのパリーグアレルギーがどれだけ克服できるかやね。広島はオリックスを3立てして、ホークスに3立てされると予想。とこだ、森下をホークスに当てれないのは負け確だな。5月29日水曜日、巨人対ソフトバンク、1対0で巨人の勝利。普通に泣いた。小林が何かやると、点が入るの本末さなんだ。マジ今年の巨人強いのか弱いのかわからん。不気味さはある。ちなきょです。やれることはやりました。明日は高橋霊です。ごめんなさい。冷静に考えてあのソフトバンク打線相手22回まで失点しなかったピッチャー陣すごくないか。阿部、お前ら俺に何か言うことあるよな。ソフトバンクはどうせ本拠地だと全部勝つやろ。ヤクルト対ロッテ、3対3で引き分け。ロッテが強すぎる。引き分けだが高負けたのでよし。ヤクルトあそこまで行ったんなら勝ってくれよ。ロッテさんしぶとい。横浜と中2が負けただけに勝ちたかった。DeNA 対楽天、0対4で楽天の勝利。ここに来て楽天が再び、同率4位浮上なんですよね。オリックスさんそろそろ場所交代しませんか。中日対西武、0対1で西武の勝利。アブレイユも劇場型か。小笠原にはバッティング練習が必須だな。森下、床田は何年も前に気づいたのよ。阪神対日本ハム、2対8で日本ハムの勝利。調子悪くても2点に抑える伊藤さすがエースって感じやな。ユニフォーム1枚でトラファンの心を一気に掴んで甲子園をエスコン級のホームに変えた作詞。新庄監督による阪神ユニでの登場で流れ持っていかれたな笑い。阪神のクリーンナップを変えない限り勝ち目ないよ、オーン。ハムさん強いわ。ちなみに投げよは最近元気です。高浜くんは稀に2軍で見れます。明日は先屋のホームランが見てえな。広島対オリックス、14対0で広島の勝利。ちょっと強すぎて幸い。カープはいい勝ち方して、次のソフバンはリリーフ消費してでいい感じの流れ来てるぞ。懸念点は昨日打ちすぎて、今日辛いんごとかしないことやで。マジで。森下自演後さすがや、明日無得点になりそうな予感。森下打撃面が注目されがちだけど3回以降1人も、ランナー出してないのもすごすぎる。オリックスは選手の疲弊が凄まじいからか中島監督が慎重になりすぎててそれが全部裏目に出てる感じでいたたまれない。5月30日木曜日、巨人対ソフトバンク、6対5で巨人の勝利。他5球団、巨人さん、勝ち越してくれてありがとう。甲子園で阪神3連戦からのソフトバンク戦、終わった。1週間前の多くの巨人ファンの気持ち。地味に巨人のリリーフ陣、4回以降パーフェクトなのもすごすぎる。ソフトバンクに勝ち越すなんて全く思ってなかった。ソフトバンク打線はファーストストライク、思いっきり振ってくるし、やっぱ怖かったわ。臆せず投げ切った投手陣は素晴らしい。ヤクルト対ロッテ、3対3で引き分け。ロッテポランコとかいう土壇場で、絶対に追いつくマンすごいな。何が何でも絶対に負けはしないロッテ、不気味すぎる。角中の粘りにやられた。荻野もすごかったしベテラン勢いえぐすぎる。ただロッテは明日見マッチだからな。マジで耐えてくれ。
試薬だけど負け、引き分けけうんち試合2試合連続だったけど、結構ヒットも出てきたから、楽天戦重要だな。DeNA 対楽天、5対6で楽天の勝利。ホームでしっかり楽天に負け越すの笑えなくて草。誰も筒香ライトという暴挙に突っ込まないのが怖いわ。信じられんほど足が遅いぞ。中日対西武、0対3で西武の勝利。鍋球の意地。まさか西武のエース枠がルーキー竹内になってしまうとは。阪神対日本ハム、0対6で日本ハムの勝利。山崎幸也とかいう好投手獲得したら、山崎幸也とかいう謎の好打者もついてきたという事実。俺幸也のヒット見るために交流戦見てるようなもん。現状なら交流戦の結果次第では代打で使えそう。幸也これから忙しくなるな。昨日の阪神ファン、ヒットで点を入れたの投手だけっての手何やってねん。今日の阪神ファン、幸也、阪神来たら3番と言わず4番打てるで。うちの打者大竹しか交流戦でタイムリー打ってないんだけど、打線。明日ロッテ戦勝てるんかな。広島対オリックス、2対8でオリックスの勝利。オリックスはとりあえずアチアチにしときました。8回の石原に代打はマジでおかしいですよ新井さん。明日のソフバン戦で松山を復調させるために DH で起用しそうな気がしてならない。次は広島の皆さん、ソフバンの暴力に頑張って勝ってください。5月31日金曜日、日本ハム対 DeNA、 3対4で DeNA の勝利。まさかの昇格の一区がまさかの登板で抑えたのが良かった。たまにはこんな面白い試合も最高や。ウィッグオース兼筒香盛りありがとう。レイさん普通に強くて負けて悔しかった。打線も投手陣も良い選手いっぱいいますな。今日の負けで明日明後日が不安だけど、ハム勝ってほしいから頑張って応援します。田中と川野が打たれたんやからしゃあないとも思うとる。楽天対ヤクルト、5対3で楽天の勝利。絶対に月通で試合終了と思ったわ。市販多そう。初年度から2桁打てる助っ人に外れはいない。これで負けが打たれた長谷川じゃなくてエスパーダにつくのがまたおもろい。サイスニード、強く生きて。ヤクルト直近13戦1勝。クバメ借金10の方。西武対巨人、1対4で巨人の勝利。昨日今日はできすぎ、見てて気持ちよすぎた。ヘルナンデスは今のチーム事情にハマりすぎてて、交流戦後に攻略されたとしても Y の中では神助っ人だわ。マジでヒンダ見せつけてから急に打ち出すの、急に優しくしてくる DV 彼氏みたいで沼。あとは大城の調子さえ上がれば言うことない。なんか巨人セーブ以外全部アホみたいな試合してて疎外感がすごい。ロッテ対阪神、5対4でロッテの勝利。ちいかわがすごすぎる。この10連勝はちいかわのおかげと言っても過言ではない。本日のちいかわ、二塁だ。あ、タイムリースクイズ。わあ、さよなら押し出し。ロッテファンの応援も10連勝の一因になってるはず。特にビハインド9回の圧がすごい。今日は前川くんのヒロインが見たかったよ。なんでこんなことに。阪神ファンやけど、ここ何試合も地獄みたいな負け方してるのに、まだ A クラスにいるのに驚いてる。オリックス対中日、2対1でオリックスの勝利。ラオウの帰還試合に花添えるプロ球団チュニドラ。森の代償は大きいけど、ナイス勝利。苦しい中で固く勝てたよな。オリックスが頑張ったのか中日があかんのか。怪我人や不調な選手多いのに、森までもこうなるか。5位で終わるチームじゃないのに、がっちり5位キープさせられて戸惑うチュニドラ。負けたがねえが癖になってる。ソフトバンク対広島、2対1でソフトバンクの勝利。オスナのストレートのキレイげつなかったな。正直勝ったのは嬉しいは嬉しいけど、ギータの方が心配でそれどころじゃない。人生で初めての推しがギータだったから、また元気なギータを見せてくれよ。カープファンだが周到の3投マジで美しすぎでしょ笑い。カープは大瀬良で勝てなかったのは痛いな。島内が打たれたらもう無理よな。とりあえず坂倉を一塁で使うのはやめましょうって本気で思った試合。6月1日土曜日、日本ハム対 DeNA、 3対4で DeNA の勝利。何が原因かは知らんけどエスコンボール飛ぶぞ。これからやる球団は気をつけろ。中川光が三者凡退で抑えたのが大きい。まさか好調なハムに勝ち越せるとは。北海道なのに DeNA ファンがたくさんいて嬉しかった。ベイスターズも大箱根とかに温泉付きの新球場作ろう。正義故障したのかってくらい調子が一気に落ちてて心配。シーズン休み休みでいいから投げ切ってほしいな。ジャスティスは配置転換です。ハムは次の試合からしばらくは日替わりクローザーとなります。西武対巨人、4対3で西武の勝利。ライオンズが蘇った。ライオンズはまだやれる。西武行った元山くんが無事に活躍してくれて何より。西武ファン兼巨人ファンの俺はどういう反応すればいいんだ。バルドナード防御率破壊。あのウレイナくんさ、少年野球の体験会じゃないんだからさ、もう少しマシなバッティングしようぜ。ロッテ対阪神、3対2でロッテの勝利。ロッテさんもしかして2日おきにループしてる？10
11連勝よりも15試合負けなしとか4試合連続で9回に追いつくとかが怖いわ。アイト、ゲンドラから這い上がれ応援してる。4試合連続で延長戦なのに誰一人として集中力を切らさず、あと1球コールを沈黙に変えてさよなら勝ちしてしまうんだからな。今のロッテは44イニングな失点のビーズリーから打つロッテのエグさを感じた。黄色のチームがゾゾマリンで聞きたくないワード。打球はライトへ。わい阪神ファン、泣いてもいいかな。セリーグみんなはパリーグに勝てるように頑張ってね。オリックス対中日、1対2で中日の勝利。中日ファンだけど、今年もダメか、いける？今年もダメか、いける？の繰り返しなのよな。今度こそは本当にまず借金返して A クラス行ってほしいわ。加藤選手、私が雑音でした。星を変えて大正解やな。中日めっちゃ久しぶりに勝った気がするのに首位と 3.5 ゲーム差ってバグ？まだ全然可能性あるやん。再起見殺し感。勝利よりも連投を避けた温存と経験を優先させたなめ采配。折り棒する気ありません。ソフトバンク対広島、2対0でソフトバンクの勝利。大津ありがとう。ソフトバンクめちゃくちゃ強いで、投手守備が鉄壁。これで打線が不調だから恐ろしい。カープの一人負けか。お、みんな付き合ってくれるいいやつやんって感じの一日でした。笑い。広島は3連敗してるけど、目標の勝率5割まで今週あと1勝だから震え声。楽天対ヤクルト、8対2で楽天の勝利。約3壊れてしまった。上位3チームがひどい負け方してるから世界圧縮してるんだよな。なおや、明日の楽天対ヤクルト、39歳と44歳の投げ合いなのくさ。6月2日日曜日、西武対巨人、1対7で巨人の勝利。今年の菅野はすげーや。菅野はこれで全試合 QS を継続という神。コントよく巨人はソフトバンクに勝ち越せたよ。阿部がマイカード変なことしなきゃ3立てできてたのほんとくさ。これロッテが負けてから東京ドーム来てくれるから巨人に流れ来てるな。オリックス対中日、1対2で中日の勝利。中田翔さん、元気でした。最高です。交流戦中日ドラゴンズ、最小失点最小得点、極端すぎる。今日一番ダメージでかいのはオリックスだろな。楽天対ヤクルト、0対4でヤクルトの勝利。石川っていつになったら衰えるの？絶対衰えとかないまま、やめそう。よしよし連敗ストップ。石川が5回投げ切ってくれたからリリーフ陣も休ませられたし最高や。村上も一発打ったし、さあ来週だ。ロッテ対阪神、0対1で阪神の勝利。大エース才木ひろと様、もう才木しか信用できない。安息日ですが、サンデー才木は神様になりました。才木、絶対俺で連敗止めたるって気持ちやったんで、これは大エース。今日の才木エグかったわ。よかったセリーグで。9回の魔術師ことロッテ、ついに負ける。またメルセデスさん無援護ですか。ソフトバンク対広島、5対3でソフトバンクの勝利。これは日本の福山雅治、近藤健介。今度もだけど大型がでかかったな。三立てはでかい。広島今日最大のポジ。もうソフトバンクと試合しなくてよい。カープマジで惜しかったな。あのコースのしかも島内のチェンジアップ打った今度はえぐいわ。カープ負けたけど当然こういう時もある。火曜とこだからやからまた頑張れ。日本ハム対 DeNA、 9対2で日本ハムの勝利。ズルズル落ちないのが今年の強さ。チナハムだけど横浜順位もっと上かと思ったわ。戦った感じ阪神より強い気が。今日はほんま一人負けするか思うた。広島さんも生かなんだ。チナディーだけどタミヤ、水谷、水のほかほかに温めておきました。広島の皆さん気をつけてください。2カード終わっての交流戦順位がこちら。セリーグ各チーム順位変動。阪神1位から3位へ、広島2位から変わらず、巨人3位から1位へ、中日4位から変わらず、 DeNA 5位から変わらず、ヤクルト6位から変わらず。パリーグ各チーム順位変動。ソフトバンク1位から変わらず、日本ハム2位から3位へ、ロッテ3位から2位へ、オリックス4位から5位へ、楽天5位から4位へ、西武6位から変わらず、